通りのメリド台組みます。しかもな、誰飽和した、うん、飽和しなくても僕は飽和したと言い続けます。よし、ナイス。プでは絶対に許されない、あれ不要スポだったらできます。パズルポップマジで2に近いからな。2、まあ、あのプヨクルよりか引けないぐらい。けど上部はね、さすがに2よりも引けない気がする、重すぎて。大丈夫だよ、きっと見上げればもう暴発回避してるよね、これ。相手でかくね、ちょっと待って相手でかくないか、帰るか。15ある。でここの連結のおかげで帰るか、こういう細かい連結のおかげで。よっしゃあ、危ねえ。 OK。あれ飽和してきたね。考えていい。なんか連鎖もう発火しちゃったんだけど、ちょっと待って、知らないんだけどそれ。なんか付与置いたらもう連鎖が発動された。入るかな。13はあるからぴったりぐらいか。うわ、いやけどめっちゃぴったりカウンター組まれてる。うわ、刺さらない、くっそ。一応ぴったりぐらいいける、本当にぴったりぐらいだと思うけど。何この試合、これは連結の2連鎖を打ちます。いえ、3連鎖を打ちます。相手3ダブ同宿あれだから。けどここで連結の3連鎖打つと、よし、俺もカウントワークも、これは高さを出さないと勝てなくなるので高さを作ります。相手も一応連鎖の根元はある。待て、いや、わかんない。よし。まあ、一応、無難に行きましょう。まあ、どっちにしろ、さすがに飽和的にかなり有利なんで。よし。ナイスだ。適当なこと言いすぎてる。よし。ニトリ。こんばんは。反省のコツありますか？反省のコツは、まあ人それぞれですけど、まあ、結局やっぱ、まあ、ぷよぷよのことを理解してあげることですよね。ぷよぷよは今消されて本当に嬉しかったんだろうかとか、そういうことを考えていくと結果的に反省になります。飽和した、反省した結果このような大連鎖も打てるという。16連鎖ぐらい、もうちょっとある。16だよ。OK。
11 12 13。やばい、帰ってくるかも。よし、間に合った。ナイス、オーケー。じゃなくても打てたんかね、ちょっと覚えてないけど。マルチ土台。あ、待て、危ない、2段振ってた。ちょっと今油断してた。俺1回1連振って、これ打ってもそんな不利にならないと僕思います。皆さんどう思いますか。僕あの形的にいけると思います。はい、じゃあこーい、おいしょー。けどまあセカンドでやればいけます。セカンド任せてください。よし、勝ったので、よし。